はい、それではこんにちは。大学入試で、戦える実践力を養う神授業ということで、今回は高校物理、気体の状態変化ということで、気体の法則について、学習をしていきたいと思います。高校2年生は間もなく高校2年生の半分が過ぎ去ろうとしています。高校3年生は、受験に向けて折り返しの地点に来ているのではないでしょうか。私と一緒に受験合格、そして、志望校の合格に向けて一緒に頑張っていきましょう。はい、それではですね、まず